日が昇ってから随分歩かされてる。いよいよ戦う。近いのか。もう懐かしく感じるな。内がいたちに、ナガト。知り合いか、ナルト。久しぶりに会ったことになるんだろうが、少し変わったな、ナルト。ダモードってやつだってばよ。何？なるほど。だから変わって見えたのか。キュービの力をコントロールしたというのか。ここまで成長するとはな。それ俺のおかげ。それまで結構こいつは日陰。とにかくみんなのおかげでここまで来られた。ナルト、お前に聞きたいことがある。あんたに聞きたいことがあったんだ。豪華級の術。サメ肌か。なら貴様もすでに上だ。分かってる。サスケはどうなった。暁のメンバーに入っちまった。それで里を潰すことを選んだんだ。そういうことか。イタチ、あんたは里とサスケを守るため受け継ぎどころか木の葉を潰す気でいる。そのことを里の皆はもう知っているのか。他は誰も知らねえと思う。ならこのことは里の皆には決して言うな。万象天印。よくかわしたぞナルト。サスケはお前に任せる。やはりお前に託して正解だった。口寄せの術。西野だ。カトン、宝泉かつまめに。ナルト、なんだってばよこれ。剣術。目を覚ませ。ウィこいつを殴ると増える。一旦俺を倒せ。やはり出たか。神羅転生。なんだ。アマテラスじゃないのか。アマテラス。アマテラスが外した。ウチハイたち、こいつは普通のやつとは明らかに違う。アマテラス。もう俺は操られてはいない。この敵の術の上に新たな現実をかけ、俺の万華鏡シャリンガンにこうして出てくるように細工しておいたものだ。カラスの左目に仕込んでおいた。こんなことができる現実は一つしかない。うちは死す。ことはまつか。まさか自分自身にかけることになるとは思わなかったがな。死すは己の目をめぐってやがて争いが起きることを予感し、俺はその目を死水と同じ気持ちを持っていたお前に渡した。お前はサスケを兄弟だと言った。永遠の万華鏡を手にするためサスケは俺の目を移植すると踏んでいた。サスケにことあまつかみをかける。木の葉を守れと。死水の万華鏡は再発動まで十数年かかる。千住柱間のチャクラではない限りな。もう心配ばかりしなくていい。あんたは里のために十分すぎることやったじゃねえか。お前のような友を持てて幸せ者だ。神羅転生。神羅転生。
ガキど。チャクラを吸収してやがんのか。人間ど。一体何の術だ。ペインの術全部使えるみてえだけどもよ。この術は知らねえぞ。ああそうだ、忍術を吸い取るってさっき確認したばっかじゃん。地獄道。人間道で魂を引き抜き、地獄道で魂と肉体を隠し、しかも俺魂みたいの出ちゃってんけど力抜けるし、いっ、カラクリの鎧を召喚したのか。お茶、なんだこの忍者は。はっきり言って無茶強えじゃねえかよ、バカ野郎、この野郎。まだ星にして捕まえるってのもあるな。地獄転生。あの黒い玉、相当の引力があるようだ。もう食らったら終わりだ。食らって終わりなら、お前はなんで生きてる。前の時はキュービの暴走でたまたまどうにかなったんだ。3人おのおのの最強遠距離忍術で一斉に中央を攻撃する。どんな術にも弱点となる穴は必ずある。まさかのマガトマ異獣玉螺旋手裏剣。すまないな、イタチ。お塚の剣だ。封印術を帯びた剣だ。何か言い残すことはあるか。ナルト、わし将のところへ戻って二人を見ておくとするよ。長留め、やはり機動力に欠けていたか。そろそろとっておきを出すしかないね。この江戸天とかいう術気に食わねえ。江戸天生は俺が止める。マダラはお前たちに任せる。この術は弱点のない完璧な術だ。そうだ、どんな術にも弱点となる穴が必ずあると。影分身の術。止水の目は十数年は役に立たない。今度はそれこそ仲間に任せるさ。ヒラビ、ナルト、タロ、イタチ、俺たちも行こう。